行けますか。はい、じゃあ行きましょう。モデルのしみです。今回はしみさんの1週間出勤コーデ密着します。普段の私服を見ていきたいと思います。しみさん本当に毎日おしゃれなので、いいえいいえカジュアルからナチュラル、なんかいろんなスタイルを普段着られてるので、リアル私服を楽しんでいただければと思います。早速、はい、1日目紹介をお願いします。今日はなんかラフな格好がしたかったので、ボーダーのワンピースを選びました。そのボーダーのワンピースはフロモナのバスクワンピ、人気のやつですね。そうです。青色買われたんですね。そうなんです。もう入荷する前から絶対青白って決めてて。なんでですか。いや、青白ボーダーが好きだからでも確かにその青白のイメージめっちゃあります。肩にかけてるのはなんか家にあった家にあったやつ。ちょっとシンプルすぎるかなと思って、ちょっとこうアクセントがあった方がいいかなと思って、グレーにしようか黒にしようか迷いましたけど、ちょっと濃い色の方がパキッとするかなと思って黒にしました。なんかちょっとシンプルすぎるかなって感じだったんで、それを着られたわけですね。そうです。カバンは斜め。そうです。オールドマンズテーラーの、なんかワンピースの面積をちょっとカバンで埋める感じで、このぐらいの大きいカバンをボーンと埋めました。はい次はニューバランスのお気に入りの990です。おどこやったっけどこやったっけどっかになんか書いたみたい。あれどこどこかになんかメイドイン USA、 あ、ここが好きなのと遠いやん、このなんかここにニューバランスがあるのがお気に入りなのと、はい、これやメイドイン USA、 あ、はい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 、これがお気に入りって書いてるのが、はい、お気に入りです。ニューバランスいっぱい持ってるんですけど、結局この990が一番好きですね。そのいろんなニューバランスを持ってる中で、その今日グレーを合わせられた理由とかありますか。なんか多分こう黒い革で巻くから足にも黒持ってきたらちょっときつすぎるかなと思って、グレーを選んだのと、なんかブルーとグレー合わせるのが結構好きなんで、なんかもう意識的にグレーって感じになりました。とりあえずこのバスクワンピ楽ちんなんでおすすめです。ソラモナ、はい、ソラモナのバスクワンピ。シミさん身長高いじゃないですか、丈感とかどうなんですか。丈感なんか洗ったらちょっと縮んだんやけど、縮んでもそんなに短すぎず、なんかちょうどいい長さかなって感じですかね。アクセサリーとかあんまつけないんですね。うん、今日ちょっと急いでて指輪とかも全部忘れました今日は雨やし、なんか黒を着たい気分やったのでオールインワンを選びました。けど雨やのになんかこのサンダルは思いましたこれにはこのサンダルを合わせたかったので足元は無常してるんですけど、これ着たかったから着たんです。そのオールインワンはどこのブランドなんですか。これカグレっていう。いいですよね、リネン素材ですか。そう、リネン素材で、これが前開きのオールインワンがずっと欲しくて、はい、なんかやっと巡り合えた。清水さんオールインワンのイメージあります。結構靴はそれどこのですか。これなんか古着、なんか何々軍やったけど、なんだかな、グルカではないんですか。あ、一応グルカなんやけど、夏も履けます。夏も履けます。なんかここの後ろがあのサンダルっぽくないというか、あ、はいはいはい、と前がこうスケスケじゃなさすぎるの、なさすぎる、あ、スケスケじゃないのがよくて、あんまり肌が見えんやつをなんかいいなと思って、なんかわからんけどあ、その肌が見えないやつがいいなって思う理由がわからないってことですかやばいカバンピンクですね、かわいい。黒で暗めになるので、はい、最近あのマイブームがピンクなんですけど、この刺繍がしてあるとすごい可愛い。めっちゃでかいですね、カバン。めっちゃでかいです。でかいけどなんかシャクシャクと落ち感があるんで、なんかでかすぎる感じかなって。かわいい。いいアクセントですね。と、今日あのリブレのポップアップをやってる、はい、リダイハーキーの指輪を休憩中に買いに行ってきたので、指輪がポイントです。向きとかも自由自在に、え、すごい、入れるし、え、もう好きな指に、え、すごい。なんか最近そういうの流行ってません？なんかな、1個で
2個つけた感じになるのが、はい、時短ですね、うん、時短アクセサリーじゃ結構リブレで買われること多いんですか。そうですね、おこまめさんのやつ、ゴールド派ですよね。ゴールド派です。シルバーつけないんですか。なんかこう私クールに見られるだけやんシルバーつけたらクールすぎるかなと思ってゴールドで優しさを出してるんですか。高めのあるゴールドで、あ、ちょっと暖かい誰に向けて出してるんですかそれ雨の日やからパンツ履こうみたいな感じですか。いや特に別にみんなそんなに雨とか関係ないかも。おしゃぶりであろうが着たいものを着るタイプ。あ、強いそれがしみさんのこだわりってことですね、はい、ありがとうございます今日外行きません。あ、なるほど。せっかくなんで、はい、久々の晴れなのででも桜が満開です。会社です。3日目、はい、コーデの紹介を早速お願いします。昨日黒やったから、はい、今日はなんか白を着たい気分で、どこ久々に爽やかに白とブルーで、空も今日はちょっと曇っとるけどちょっと爽やかホワイトブルーコーデです。これはソラモナポシェのリネンベストです。去年からでしたっけ販売したの、うん、すごい人気で。そうそうそう、白買われたんですね。白買いました。そのボーダーはどこのですか。これはロックっていうブランドのボーダーです。ノーボーダー2代目です。おお。デニム合わせなんですね。そうです。そのデニムはどこのですか。これはユニクロのバギージーンズです。ああ、やっぱいいですか、ユニクロ。なんかいい感じ。ちょっとサイズをミスってダメ買ってしまった。あ、そうなんですか。ワンサイズミスった丈がそしてそして靴ですよ。そう、お揃い。これはネイトお揃いのコンバースのジャパンモデル。それはやっぱ春ですよね、うん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 、春の中履きたくなる中の色。今日はブルーコーデって感じですね。そうです。ちょっとこのカバンも可愛いんやって。これあ、ほんまや、ほんまや、ポンポンついてる。あ、ぷっぷ。そのカバンはどこのなんですか。これなんか作家さんがに作ってもらったハンドメイドのやつなんですけど、はい、ハンドメイドなんですか。そうです。ポンポンが可愛いって。可愛い。作ってもらいました。めちゃ可愛い。アクセントですね、うん、肩乗り本当や、アクセント可愛い、うん、今日の一番のお気に入りはどれですか。今日のお気に入り何やろう。やっぱ靴かね。おお、やっぱり靴。やっぱり靴ですかね。こうくすんだ感じのこうブルーがなんか、そうなんですよね。心をくすぶるよね。わかります、心をくすぶります今日アクセサリー。今日でも昨日と一緒かも。昨日買ったばっかりの。もう早速愛用されてます。この位置で安定しました。おお今日はくくられてるんですね。デスクワークの時はなんかくくる方がなんか集中できるんで。あ、もう仕事モード暑いの時はちょっとおろして。なるほど、なるほどです。ありがとうございます4日目、ちょっと日空きましたけどね。そうですね。今日のコーデの紹介をお願いします。今日はもうすぐ4月だからオニールのスカートを履き納めようと思って。ラストオニールですか。ラストこの、はいはい去年の冬に買われましたもんね。そうなんです。めちゃくちゃ悩んで買われたスカート悩んで買ってベージュタオルとめっちゃ悩んで、はい、だけど春も使えると思ってページを買ったんやけど、はい、そろそろ気納めかなと思って、はい、でも春にもぴったりのやっぱベージュカラーですね、うん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 、シャツですね。はい、もうちょっとダンダムシャツを買いに来ました。ワルフローレ、ダンダムシャツ。なんでその青を合わせられたんですか。ちょっと色を入れたかったっていうのと、はい、なんか外国の学生風おシャツをチョイスして、はい、でなんかいつもやったらちょっと外したりするけど、もう靴とかカバンとかもちょっと革でレザーでまとめてみました。カバンはどこのですか。カバンはオールドポーチです。あえてショルダーにせず総持つスタイルですか、うん、です。ちょっと学生っぽく学生っぽくで靴もローファー、ほんまや、もとことん学生仕様ですねそのローファーはどこのなんですか。これは GHバスというマイケル・ジャクソンも愛用したと言われているローファーです。すごい、久々に下ろされましたね、うん、今日はくくらないんですか。今日は撮影だったので。あ、はい、なるほど。下ろしております。今日はあの最近買ったやつ着てないんですね。そうですね、ちょっと今日のコーデには合わんかなと思って
なるほど。明日で最後、はい、ラストコーデということで、最後もお願いします。お願いします。はい、おとと今、はい、はい、どうですか。はい、最後5日目、風が強い最後のコーデの紹介をお願いします。今日はそのままポシェのワンピースに、はい、丈が短いところをピンクのパンツ履いてみました。ポシェのワンピースはもう何回も売り切れて再販されてますよね、うん、そうですね、販売してるけど。あ、そうなんですかやっぱその白が春っぽいですよね、うん、そう、袖のボリュームが可愛いワンピースです。身長が高いんでね、確かにちょっと見えますね。見えるので、じゃあ基本的にそのワンピース着られるときは何かしらボトムス履かれてるってことですか。いや、履かない方が多いんやけど、はい、今日はピンク。今日はピンク。やっぱ今日桜だからですか。ですかね靴はあのお気に入りのやつですか、また違うやつ。あ、お気に入りのワンピースもボトムスも可愛い色合いじゃないですか、うん、靴かっこいい。外しですか、若干若干可愛くなりすぎないよ。そうですね、ピンク色で甘めなのをちょっと薄めのスニーカーで、まあ、まあ、これ仲良しスタッフの岡本さんのはいスニーパックです。いいサイズ感ですよね。そうなのよ、カバンと靴で締めてる、はい、そうそう1週間コーデ密着最終日でした。はいお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか？なんか最初にこの話もらった時に1週間分のコーデ考えたんやけど、はい、それをなんかこう被らんように考えるのが楽しかったです。ありがとうございます。本当に普段リアルに出社されてる時のしみさんの服をこんなにさらけ出してさらけ出してお見せすることはなかなかね、初めてですよね、こんなちゃんと1週間密着、うんうん、席が近いので助かりました私なんでしょう、仕掛けやすかったです最初はね、緊張されてましたけど楽しんで協力していただいてよかったです、うん、ありがとうございました。感想、感想もさっき言いましたご視聴いただきありがとうございます。はい、はい、行きましょう。ではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、チャンネル登録ぜひ、はい、お願いします。お願いします。じゃあじゃあ軽次回の動画も、はい、お楽しみに。はい、お楽しみに。ありがとうございました。失礼しました。